みんなおめがってる？レディオだよ。キラ。オメガレディオとは、2人組の VTuber オメガシスターズの2人が合体した姿なんだよ。誕生したのは2018年のエイプリルフールで、そこそこの人気を持っているけど、出演回数は少ないんだって。オメガシスターズの2人も同時の声収録がめんどくさいので、あまり出したくないらしいよ。初めまして、オメガレディオです。そういえば、私が久しぶりに登場した動画、みんな見てくれたかな？ VTips に出ることになった動画なんだけど、180万再生。久々に出て、180万再生。もう私がこのチャンネルに出た方がいいんじゃないかなって。ということで、今日から、オメシスチャンネルは、レリオチャンネルになりまーす。オメガテル、オメガテル、オメガテル。いや、リオちゃん、ちょっと撮影中に寝ないでよ、あんた。もう。ということで、はい、こちら新発売した V チップスを3箱今日は開封していきましょ うやったいやー、いろんな VTuber さんいるけどさ、うん、誰が出るかな、本当に。そうですね、おめしすはいるんですか？おめしすじゃなくて、レリオが参加してるの。なんでやねん。まあね、実は先方さんからの要望なんですよ。いや、そうですね。そう、まあレリオね、全然知られてないのにね、なんでかなあ。まあよかったよかった。よかったね、レリオ。はい、ではちょっとね、まあ当ててみてからのお楽しみということで。そうだね。当てましょう。絶対に当てる。レリオ。はい、はい、では早速、はい、開封していこう。やっていきましょう。ちなみにね、あ、こちら。こちら今回のメンバーです。今回のメンバーのこのスタンドでいただきましたので。そう。出た人はここにちょっと分かりやすいようにシールとかなんか貼って、うん、そうだ、やりましょう。そうしましょう。ちょっと分かんない人もいるんだけど、それも、ね、全部狙っていこう。全部制覇だ。よし、やっていくか。しゃあ。もう早速いくよ。いいよいいよ。もうじゃんじゃん開けちゃって。全部で36。36枚開けます。そうです。いきますよ。はい。せーの。はい。はい。レリオの N！ なんか今回 N はなんか名刺みたいになってるの。全員これ後ろがこのロゴで、これ名刺みたい。あ、レリオちゃん出ちゃった、やば。レリオ！よかったね、レリオマジで。やったー！3人目のシスターズ、オメガレリオ。やばいね。いやでもこっちは SR とかも欲しいから。え、やば。次は何かね、もうレリオ出ちゃったんだ。やばいね。やばいね。いきますよ。いいよいいよ。せーの、はい！天使ウトちゃん。え、めっちゃ可愛い。可愛い、レアだ、しかも。え、マジだ、本当だ、R だ。じゃあ R の裏見てみましょうか。そうだね、そうだね。R は、なんか交換ノートみたいな。あー、なるほど。そういうののやつが書いてあるんですね。アホ毛がチャームポイントなんだって。アホ毛どれ？かけて切れちゃったんだね。かわいいね、でも、うん、めっちゃかわいいね。せーの、はい。あ、待って、余ったウトちゃんか。余ったウトちゃんだった。ウトちゃんっていうのは天使ウトちゃんか。やばい、2枚目も出た。ちょっと調べてみてよ。好きな時に好きなだけ。ちょっと調べてみるね。かわいいね。ねえ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 、ちょっと禁止してたわ今。今禁止中の。え、でもすごいね、この60万人ぐらい。すごい、マジ。なんか歌とか歌ってるわ。今休止してんだ。休止中みたいです、皆さん。休止中の動画も見るか。なるほど。せーの、はい。あー、アンジョー、やったー。 MZM のアンジョー。てかあれなんだね、あの MZM じゃなくてアンジョーと高坂で分かれてるってことか。確かに別々なんだ。別々なんだね。やった、アンジョーめっちゃ嬉しい。アンジョーの N。 いやー、 MZM ともね、やっとね。いや本当にそうだよ、考え深いわ。そう、やっとコラボできてね。アンジョー、アンジョー、やっほー、アンジョー、やっほー、やっほー、また遊んでね。じゃあ高坂も出てほしいよ、マジで。確かにね、欲しいよね、両方欲しいわ。せーの、はい。あ、すごくない？すごくない？ MZM 揃った。すごいけど。なんで、すごいけど揃った。でも N だからね、やっぱ R、SR 欲しいよ、やっぱり。でも揃っちゃったんだけど。どういうこと？大体全部高坂。大体全部高坂。やったー！やったー！揃ったね。全部揃った！嬉しい！せーの、はい！あー、ヤミちゃんだ！ヤミちゃん！心、ヤミちゃん！見て、あかりちゃんの闇みたいな。なんかあの闇。ねー。分身みたいな感じだよね。声が低くてね。そうだね。もう見る、あかりちゃんも休止しちゃってます。してますけど、あかりちゃん！ほんとに、もう大好き！大好き！大好き！じゃあ、あかりちゃんも出てほしいわ。出てほしいね、出てほしいね。せーの、はい！ロン！ロン！
誰だろう、待って、ロンちゃん R&B&M ロン R&M&Music ってことかな。あ、なるほど、調べてみて。歌めっちゃ上手かった、ロンちゃん。かっこいいな。かっこいいね、みんな聞いた方がいいわ。ロンちゃんめちゃくちゃ歌かっこよかった。めちゃくちゃかっこよかった。せーの、はい。あー、たまきくん、たまきくん、たまきくんレアですね。たまきくんのレア、かわいい、めっちゃかわいいね。たまきくんとは一回なんかコラボさせてもらったんだよね、うん、そう、いっぱいお話させてもらって。そうなの、超楽しかったね。またね、お話ししたいね。いや、たまきくんとお話ししたした、本当にすごいね、いい方でしたわ、本当に。たまきくん、じゃあたまきくんの裏目見てみますね。たまきんず、たまきん、たまきん、きんたま、きんず、せーの、はい。あー、なに、しろば、はとば、ねむちゃん、白羽とかかな、眠い、読み方わかんない、天使っぽいね。ねむちゃんちょっと見てみますね。ねむ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 ちゃん、あ、白羽ねむちゃんですね。白羽ねむちゃん、かわいいね。あ、確かにかわいい。せーの、はい。あー、ライオンハートちゃん、レビデシライオンハートだ。レビデシライオンハートちゃんはマイクラ一緒にやりましたね。マイクラ一緒にやった。めっちゃね、ゲームがうまいんですよ。そう、めっちゃゲームうまいよ、みんなうまいのよね。本当にうまいの、ゲーマーズは強いよ、ね、マジでセンスあんだよね。センスあるよ。せーの、はい。あ、いろはちゃん、いいなり、いろはちゃん、仲間じゃん、仲間、仲間だね、仲間たち来てるよ、続いたね、うん、ゲーマーズ、ノリプロ来てるよ、ゲーマーズが。マジ可愛いよ、本当に。いろはちゃんもゲームうまいしね。いろはちゃんもゲームうまいし、声がいいよね。ファンネーム大好き、うん、可愛いよね。やったー、あと、シン様が出れば揃うよ。本当だ、やばいね。せーの、はい。マホロちゃん、かのマホロちゃん、ロンちゃん、ロンちゃんとユニット組んでんだ。ユニット組んでるね。なるほど、2人出たね、じゃあユニット出た出た、イエーイ、揃いました、揃いました、両方 N ですね。せーの、はい。あー、キョンシー、あ、ブギボだ、ブギボ、ブギボ、キョンシー来た、キョンシー来ました、 N、 あ、かわいい。ブギボはね、ちょっと解散して、うん、そうそうそう、キョンシーの C とフランケンシュタインのフラ、うん、2人はそれぞれ M が活動してるみたいな感じだよね。あ、別々に活動してんだ今。そう、でも一緒に撮ったりはしてんじゃない。あ、なるほどね。せーの、はい。あー、マホロちゃん、2枚目だ、 SR だ、 SR だ、やったー、すごいイラスト超可愛いんだけど、めっちゃ可愛いんだけど、かけらしいみたいな感じだよ、めっちゃ可愛いね。 CD のジャケットみたいだよ。え、確かに。 SR の裏見てみましょうか。チャリン、 SR は手書きです。手書きコメント、めっちゃ手書きじゃん。プロフィール帳、これも好きな食べ物は卵のお寿司。え、珍しい、珍しい、すごい珍しい、美味しいよね。邪道だよ、卵は。え、怖っ。せーの、はい。あー、たまきちゃん、たまきくんの N ですね。さっきは R が出たんで、N、確かに2枚出たんだ。じゃあ、そう、2枚目です。たまきくん、かわいいね。せーの、はい。え、レリュウィ、ね、お前出たよな、さっき。え、は、また N、 お前が、え、出たよ、もう。はー、いいよ、お前はもう。次、せーの、はい。あ、やみちゃん、やみちゃん、またやみちゃんじゃん。え、でもこれ出てないよ、この N。まあ、これは出てないけど。え、かわいい、めちゃくちゃかぶるじゃん。未来あかりちゃん出してくれよ。あかりちゃん欲しいな。本当だよな。せーの、はい。あ、いろは、いろは、これさっきも R だったよね。え、 R 出た、さっきも。さっきも R だった。え、マジで、やばりー、かぶっちゃった、いろは。次、せーの、はい。たまきくん、なんかかぶってんな。ちょっと3箱のその36枚を全部、まあ、ぐちゃってやって今順番にやってるから、同じ箱じゃないかもしれないからね。確かに確かに、いや、かぶってんな結構。いや、かぶってんだ。シン様だ、出してくれないと。シン様だけなのに、あとね。せーの、はい。お、あ、ヤムちゃん、いや、この子はバブ太郎じゃない、ヘッポコバブ太郎か。そうだ、バブ太郎、もうオメキスなんか日じゃないぐらい全部出てる子ですね。出ちゃってる子だよ。そうだよね、めっちゃ可愛いんだよね。めっちゃ可愛い。この子のプロフィール見てみよう、見てみよう。 ATM ファンネーム ATM くん、やば、すごいよ ね、 すごいね、面白いんだよね。チャームポイントは全身。せーの、はい。あー、え、ライオンハート、ま、さっきもさ、またライオンハート出た。さっきもさ、レアだったよね、うん、やっぱめちゃくちゃ可愛いわ、かぶるやん、うん、めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い、ね、せーの、はい。あー、ねむちゃん、え、ね、マジでかぶってる、やばい、ねえねえ、やばい、やばいって、かぶりすぎてる、え、すごいかぶってるって。次、はい、せーの、はい。あー、え、そうだ、一生かけるな。誰、一生かける、一生けん、一生けんさんですね。一生けん、吉田アナウンサーですね。そうだ、アナウンサーなの、
ニコニコ超会議お世話になったのか、ライカのお世話になったし、ずっと前お世話になったよね。そう、もう吉田アナウンサーっていうのはね、うん、本当にいろんな声優さんのイベントの司会やったりとか、そうアニメ系の司会とかいろいろ出てて、あのね、本当に回しがうますぎて。そうなの。でもこの人はね、コミュ障なんだよ、もともと。え、マジで本出してんの。コミュ障、いかにコミュ障を僕は克服したかみたいな本出して、それ読みました。いや、本当にすごい、この人本当にすごい。しゃべるのが超うまくてね。そう、一生懸一生懸って呼んでね。一生懸って呼ぶんだ。短所永遠に喋ってるところ。おー、なるほど、すごい。いいイラストめちゃくちゃ可愛いな。せーの、はい。あ、むすびめちゃんだ。むすびめゆいじゃない。むすびめゆいちゃん。むすびめゆい。むすびめゆいちゃんですね。チェリンポファンネーム、そらてや。むすびめゆいちゃん。あー、なに、そらてやポケモンってこと。やった、生き様が面白い。やっと、いとめゆいちゃんってずっと呼んでたわ。むすびめゆいちゃんだよ。可愛いね。存在が奇跡だよ。せーの、はい。ツナ艦隊。ツナ艦隊、青葉リアちゃん。青葉リアちゃん。あ、青葉リアちゃん。なんかさ、なんかさ、猫ちゃんが浮いてるね。かわいい。なんかのさ、多分グループだよね。なんかのグループだよね。尊い。結構この子はショートを毎日投稿してるらしく、すごいじゃん。両生類らしいので、面白そう、見てみたい。見てみよう。両生類っていうのは男性っぽい声と女性っぽい声両方出せる人。どっちも出せるとか。すごいよね。すごいね。すごそう。せーの、はい。あ、ポポナちゃん。ポポナちゃんだ。ポポナちゃんね、前ポコピーたちと一緒にね、コラボさせていただいたよ。鳥が。そうだよね。そうだよ。したしたした。ソニックで、そう、ソニックのやつでコラボしたの、一緒に。だから、あの、オフィシャル VTuber なんだよね。そうそう、そうなの。オフィシャルの子なんですよ。そうなの、そうなの。こう、ポポナちゃん、超かわいい。せーの、はい。お、水瀬シアちゃん。シアちゃん、かわいい。みなせシアちゃんかな、読み方。わかんない、見てみます。え、むすびめゆいちゃんと仲間？シアちゃんとね、ゆいちゃんは、なんか一緒にイベント出たりとか、配信したりとかしてるっぽい。あ、そうなんだ。うんうん。確かに、なんか仲、これ同じアバター 2.0 プロジェクトですね。うん、同じ。なるほどですね。せーの、はい。あ、超越きたら。超越きたろ。N。超越きたら。超越きたろ。やったー。これは囚人なんだよね。囚人。もっと囚人。アップデートだよね。そうなの。同じでした。同じ仲間でしたよ。嬉しいんだけど。超越きたら。でもなんだかんだちょっと絡んだことないの。いや、ないね。マジ絡んだことないよね。話してみたいですね。うん、話してみたいですね。はい、いろいろ聞きたいですね。刑務所のこと聞きたいよね。聞きたいよね。面白そうですよ。面白そう。せーの、はい。あ、ロンちゃん。ロンちゃんの R。 2番目じゃない？2番目だね。さっきはね、 N だったから。うわ、かわいい。やっぱ、せーの、はい。あー、ブギボー。あれだ、キョンシーじゃん。キョンシーちゃんの R。 あ、かわいい。なんかおしゃれ。コンビニの前でさ、食べってんだ。すごいおしゃれじゃん。似合う。帰る家はあります。似合いますね。せーの、はい。ゲーム実況者さくらコロミン、臨床心理師だ。臨床心理師すごいんだけど、何それ。さくらコロミン、さくらコロミンちゃん。え、臨床心理師ってなんかすごい面白そうじゃない。すごそうじゃない。面白そう。え、なんか面白そう。せーの、はい。あー、え、かわいい。待って待って、 SR のアンジョ。え、 SR のアンジョめっちゃかわいいし、かわいい。え、めっちゃかわいいね。これ何のネタなの、この女の子は。え、わかんない。なんか、え、わかんない、わかんない。かわいいだけど。でもさ、アンジョ大好き。アンジョって呼んでね。え、アンジョってアンジョ大好きなの。アンジョ大好き。え、そうなの。そうなの。せーの、はい。おー、シーン様。猫でのシーン。シン様出た。やった、これノリプロゲーマーが揃いましたね。揃いました。え、シン様マジかっこいいからね。シン様嬉しい。これシン様めちゃくちゃ声がかっこいいよね。ノリプロ揃うのマジかっこいいわ。いいね、嬉しい。やったー、ノリプロ揃っちゃった。揃いました。せーの、はい。あ、ポンポンちゃん。2枚目、ポンポンちゃんのレアですね。レアですね。かわいいですね。いや、ポンポンちゃん、いいね、いいね、すごいいいですね。はい、せーの、はい。え、夏目先生。夏目先生。夏目先生。夏目先生のレア。え、夏目先生って、夏目先生ってど、待って、私存じ上げてない。私も。え、夏目先生。夏目先生はね、 YouTube 実況者で、うん、3R e スポーツ所属のプロストリーマーさんだって。え、すごっ。じゃあゲームめっちゃ上手いんだ。プロだ。え、そうなんだ。え、ゲームてかめちゃくちゃ可愛いんだけど、イラストが。え、めっちゃ可愛いよね。頭に天使の輪っかがついてんだよ。超可愛い。可愛い。え、めっちゃ可愛い、ね、イエイ。 SR レベルのイラストじゃないこれ。本当にそう。最後となりました。やばい、レリオの SR は。レリオの SR かな。あれ、マジ。そうかも。全然出ないからね、レリオは。2枚。え、待って、メイカちゃんも天界寺も出てないし。確かに。なんか全然、ね、レイド君も出てないし。ベストアベルも出てないし。出てないし、全然出てない。あー、おかしい。誰かが最後は。いきます。はい、せーの、はい。え、SR だ。 SR だ。 SR だ。むすびめいちゃん。むすびめいちゃんの SR だ。マジ。え、マジ SR 最後に出てくるんだ。まあ、でもこの子いいよね。え、この子
めっちゃ可愛いよ。可愛いから。イラストもめっちゃ可愛い。イラストめっちゃ可愛い。マジかよ。はい。字が可愛いね。可愛いね。ドジなんだ。好きなのってクマなんだ。VTuber になったきっかけは飲み会のネタのため。やば。そんなやついいんだ。飲み会で VTuber の話するってことか。あ、なるほどね。すごい。まあ SR はね、合計3枚でしたね。結構出たね。マジ一箱に1枚出たって感じだわ。そうかもしれないね。ね。はい、ということで、はい、出たメンバーこのシール貼ってあるやつ。なるほど。え、そんななんか結構さ、うん、かぶり多い。多かった、マジで。マジで。SR は3枚でした。出ました。レリオが出ない。はい。レリオは SR が出ない。ということで、はい、こちら、あ、じゃーん、レリオ。こちらはアクスタですね。うん、いや、かわいい。かわいいです。こちらの VTuber チップスの9時、うん、22日から始まってますので、はい、ぜひ皆さんね、やってみてください。いやもうね、めちゃくちゃいるからね、当てるの難しいと思いますけども、そうですね、頑張って当ててみてください。じゃんじゃんくじしちゃってください。9時チャンネル登録とツイッターもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またね、バイバイ。